吉田さん、エジソンの言葉とってもいいですよねエジソンはね似たような翻訳でこういうことも言ってるんですよ。ある人があるベストの方法を見出した時に必ずあと一つはそれよりもいい方法があるっていうふうに言ってるんですよね。いやこれ最初に聞いた時はどういうことなんだろうと思ったんですけどもよくよく文字を追ってみるとあなるほどなと。最高の方法っていうのは現時点で生まれるんだけどもその最高の方法を材料にして さらに上を行くものっていうのが後発から生み出されるなとそれがだから進歩であり進化なんだろうなっていうふうに私は受け取ることができたんですよねえつまり以前お話したように自分はもうねお金を貸してきてもう全部逃げられちゃっただから人を信用してお金貸さないことにしたんだよだからあなたにも貸さないねっていう理屈は一見筋が通ってるんですけどもおかしな話なんですよね A さんが お金を何人に貸して取りっぱぐれたかどうかっていうのは A さんの責任なのに新しくやってきた B さんがその責任を取らされているってことなんですよつまり A さんは責任転嫁をしてるとも言えるんですよねだからこれが私なりの解釈であって今まで百人に騙されたけどもでも君は僕を騙してないよねはいどうぞ三十万っていうふうにできないもんかなと思うんですよそこにね自分の苦い経験があるからといってその経験の原因をもたらしたわけでもない人に 罪だか,かなこ、ね、ていうはねこころに私はこう視点を置いてるんですよ、ねうん、これはねあの男女関係の中にもよくあるんですけども今まで男性には騙され続けてきたから次の恋愛にはちょっとね臆病になってるんですみたいな女の子がいるとするじゃないですか同じですよねいや若い頃はそうやって間違いをするもんだよと自分も相手もね だから今、見識がついて用心深くなって、次の恋愛にはちゃんと人を見る目が養ったでしょだから俺は大丈夫だと思いませんかっていう風に <laughs> アプローチして、うーん、そうだなぁとか言って、それともさ、今まで付き合ってきた人がどんなに悪い人か知らないけども、それと同じ人に見える、もしくは同じ人俺、全然関係ない人だよなんでそんな君の個人的な過去の経験を、 僕にぶつけてくるのかなとかって、ね、僕はね君と一緒にいるための未来だよとか <laughs> いうわけなんですよねいやらしいですよねはいじゃ今日はね本田健さんを紹介しましょう本田健さんの書いた40代でやっておきたい17のことということが書いてますねまあ吉谷さんにはぴったりの本かもしれませんこのタイトルだけでもうね2時間3時間喋れるでしょ本読まなくても私も読んでないんですよこれ 読んでないけどもこのタイトルを自分の手元に置くがためにこの本買ったんですよね全く読んでません今日数年ぶりに出してきて朝のライブ放送でこのタイトルだけで30分語ってきましたでパラパラっとめくってみるとね「できることできないことを見分ける」とかね「自分史を書いてみる」とかね「60代70代のメンターに教えをこう」とか「先立つ後悔を今しておく」とかさまざまセンテンスを分けて17のトピックスで語ってるんですよ でもはっきり言って40にしておきたい40代にしておきたい17のことっていうこと自体が名言だと思います私はなぜならこの17のことって別にね10でもいいし3でもいいし5でもいいし50でもいいんですよ本田健さんはこういうふうな提案をしてきたけどもこのタイトルを読んだ瞬間に俺だったら5個かなみたいなね そんな風に解釈してその5個から攻略することを40代に入った時点で決めることもできますしもっと言ったら私にね置き換えてみたら50にしておきたい30のことっていう風なタイトルにしてもいいわけですよつまり情報っていうのは受け取った人がそれをどのように展開していくか応用していくかっていうのによって千差万別生きてくるのかなと思うんですよねでも受け取った情報のままただその情報を上積みしていくと ただ古いものに巻かれていくだけなのかなと思うんですよ現在の状況に合わせながら活用していくことが求められているんじゃないかなと思いますそれがですね40代にししてておきたいいいいこととっていう素晴らしい本の上を行く発想だと思いますつまりどんなにいいものがあろうとも次の瞬間もっといいものは必ず一つは誕生してるってことなのかなとそこに通じることだと思いますんで以上のようにさせていただきます